DAZN。 ゴールキーパー鈴木です。最終ライン右高橋、左に小川、センターバックは佐々木と松田のコンビです。中盤のセンターエドゥアルドと品田、2列目右杉山、左に田中、トップ下の横山は出場停止明けです。そして最前線に小森が入ります。ゴールキーパー串引き、3バックは小柳、瀬畑、中塩、中盤のセンターに天笠と千葉、右川上、左に山中、最前線平松がいて、その背後に川本と樺山という、こういったメンバーとなります。川本直接行きました。枠を捉えておりましたけれども、ここが鈴木のセーブ。壁の間ですね、はい。まあ、川上が今かなり中に入ってきていますので、大外田中のところには少しスペースはあります。そうですね、なのでこのようなサイドチェンジのボールは通りやすいですよね、はい。さあ田中が股を抜いて中に入ってくる。田中から小森、セカンドボール、品田の右足。この田中選手がこうやって前を向いて1対1仕掛けられる場面っていうのは、この群馬の4バックと千葉の攻撃のところを考えると、こういう場面って先ほどもありましたけども多く出てくるんですよね。あのような場面っていうのは生まれづらいんですよね。まあそこを4枚にしていることで少しスペース、時間とスペースが生まれるので、あ、チャンスですね。さあ右サイド川上が出てきます。中に平松、川上がシュートを打ちました。ここも止めました鈴木。あ、自分で行きましたね、はい。もう一度小森は外を切りながら行きます。串引きからの低い弾道のボールは横山カット、近場に杉山、さあエドワルド、エドワルドの右足。ここは串引きストップ、コーナーキックです。横山、さあ田中へ、中で勝負は小森、田中が前に出る、こらえた、田中マイナス、横山来た、こぼれ、こぼれ、ホーム千葉先制、33分。いや、よく決めましたね、これでこぼれは3試合連発22点目。ただ一つ起点は田中があそこでこらえました。くさびが入った佐々木選手からいいくさび入ったんですよね、まあ、そこから田中選手、ここフリーになるところまで行きました、はい。でここ突破、これこらえてこらえて相手の股を抜いてよく持っていきましたよね、こう川上選手もスピードあるんですけども、はい、まあ、それを上回るスピードで田中選手が背後を取りましたよね、まあ、あと何といってもこの最後のシュートですよね。これですね、はい、こう左足で先に最初に打ったらキーパーもいたので入んなかったと思うんですよね、はい。そこをあえて溜めてヒールで後ろ流し込んだという小森選手、見事でしたね。ここで取り返しに行きました、横山。これはファウルありません。品田打ちますか、狙っていきましょう。ここ振りをコンパクトにして体重をかけてあえて無回転にしたシュートだったと思いますけれども、はい。小柳も中央、少しゴールからは遠いところにいます。セバ、小柳ニアに入ってくる、その小柳の後ろ、これ決定的でしたね、はい。最後は瀬畑です。サイドを変えて樺山が出てきます。中には和田、それから佐川、外を回った川上、引きつけた樺山、和田へ、樺山が来た、こぼれ球シュートだー、最後センバー、田口が落として小川、もう一度田口、ちょっと前が空いて品田、岡庭、岡庭のシュートだ。強烈なシュートでしたが、串引きが止めています。少し外してコースを作って、はい、岡田選手よくシュートまで持っていきましたよね、これが小森のヘディングでのつなぎがあって、小森が収めてかわす、前向く、小森でー
して千葉ボールでのリスタートです。99分から100分台に向かっていこうというところです。小川、まあ、これ千葉としては勝ってる状況なので、はい、まあそこまでこれ以上の抗議は、うん、あのしなかったというのもあると思うんですけれども、はい、まあ、これスコアが逆だった時には大きな問題になってたような気はしますよね、はい、で試合は終わりました。結果1対0えホーム千葉勝利です。まあ、これでですから千葉は3連勝ということになりました。ダゾーン